保ワ長州文政5年1月14日は、肥後国山賀郡三田間村、久原の新職にして、元織の利長門下の国学者、十五一太。演祖は文語の保ワ氏という、姓は清原正人、字はなるほ。正寺の字は式部で、後文語守る、天命二年に、下佐守ると改めた。また、名ははじめ正秀。 安永10年前後よりおもんみこうと改めたが、阿蘇市に同盟がいたため徴収とした。豪には、宝月、純正、西木系主人などがあり、野号は、灌外反動または、宝月館。神職を務める傍らに本の古典を志して、国学の王や、元織のりながの門人となり、熊本藩にの永の学問を伝えて郷里における、国学の石を築いた。 伊勢松坂の,のりが,がた宅を生涯に4度訪れて、遊学、学んだ書の多くを書き写して郷里に持ち帰り、特に再演で知られた娘の助力を得て完成させた、古事記伝、全44巻の写本は、著名にして、熊本県の文化財に指定されている。写本を、自らの楽しみとし、生涯に取写ししたその総数は1000巻余りと称する。著書には、漢学誕六巻、 脱炭三冠、死州一冠、栄農州一冠などがある。天炎元年、文後に流された、小納言、清原正隆は、くすぐ長野で過ごした後、斜面されて、京都に戻ったが、その長男である聖堂は、くすに泊まって、序道を設け、この序道が、くすの古後、保ワの二領地をもらい受けて、長野氏を名乗る。これが、保ワ氏の祖となり、後子孫繁栄して、 文語の名族となった。聖堂の末裔に、ゼユ、その旧来孫に、聖綱がおり、聖綱の子正幸は、正幸摂津と称して一男数名を授かった。この男子が、ホワシ長州である。言い伝えによれば、先祖が、被護国に移ってから、ホワシ長州まで二十五代を数えるという。聖家は、祖父聖綱の代より、 肥後国山賀郡三玉村久原に鎮座する天目一、神社及び三玉村両前の二宮、神社両写真職を務めた。明和九年の春、十六歳で母を亡くした長州は、その年の秋より、金剛の死の下で学び始めた。幼少の頃より学問に対する志は高かったが、家が貧しかったため一冊の書を買うことも、ままならず、人から借りてはそれを写していたという。 意形と名乗り出した24、5歳の頃からは、さらなる高学のため、森山八万宮の森山川内守広史豊かに、従って、立花の家神道を学んだ。天明6年4月27日、長州は3度目の伊勢神宮三宮の都市、当時すでに古学者として、活発な活動を展開していた、伊勢松坂の元織ノ長の自宅と少数を訪ねて、著述を読み、 自家比例を筆者させてもらった。天明元年からこの頃までに、お牛ソラの鈴六、南流別市、ゼック海ほか、玉木正秀の風水相関記などを釈乱写本していた長州は、漢学においてはソ来の学問を学んで、思想的には水化神道の中にいたと思われるが、この自家比例を読むことで古典の新しい解釈に接し、学問的にも、 思想的にも急展開することとなる。この時の滞在は、超登流できず、自家比例一冊を書き写して帰郷郷里に戻ってからも、松坂での遊学を切に願ったが、新職としての務めや成形品窮のため思うに、任せなかった。完成3年ようやく入門の機会を得た長州は、尊者文殿や幡宮の新職、杉谷三河を同伴して、郷里を立ち、 沿道の国学者を歴訪しつつ6月20日に、松坂期、杉谷と共に、鈴の屋への入門を済ませると、さらに、東北まで足を伸ばして、陸前国の塩釜神社を参拝し、多賀城の戸籍を探検した後10月上旬再び、松坂に戻った。そして翌年2月上旬まで鈴の屋に滞在して、古典や花分の研究に励み、この間2ヶ月の飛行を費やして、 のりながの初入本万葉集から小説ある軸を、摘出して、万葉集諸説を編んだ。7年後の完成10年、詳細は不明とされているが、伊勢三宮を成した折に三度鈴の矢を訪れている。翌年9月老夫正幸が病没すると、京和元年祭祀を同伴して上京し、抗議のため京都に滞在していた、死、のりを訪問、加えて、同日散大死、関白。 高塚佐聖広氏の失踪により、十五石下に除される光栄を受けた。また京都滞在中は、国学者、渡辺十名、田中王秀らと互いに往来したほか、近隣の文人牧閣らと交わるなど、風流の日々を送った。6月12日、ノりナの帰郷を受けて、長州らも松坂にいたり、空居を定めて、親子三人寝起きを共にしつつ、 鈴の矢では、娘と共に読書者本に没頭、20日余りで、歴朝少子会を約1ヶ月で、古事記伝七巻を模写し、8月下旬に、これを終えたとされる。一家は9月2日に、松坂を立ち、伊勢山宮の後、再び松坂に立ち寄り、京都から山陽道をへ、微中、鬼別神社の藤交渉や福岡の青柳種信、などの国学者を唱いながら、 11月25日に、郷里の久原村に帰着した。帰郷するまでの間に、諸の部長が去年72歳で没したため、その後は、死の容姿元利他兵と文通しつつ、もっぱら郷里にて国学を研究していたとみられる。死死のいなかった長州は、熊本藩を歌詞の妖帝、丁介を、一人娘の慶の婿に迎えたが、負傷を理由に二人を離婚させたところ、 文化8年9月定助は家を連れて出本してしまう。長州は親に不義を働いた二人を助けないよう妻に釘を刺していたが、翌年資金に急して帰京した二人に壊れ、妻が密かに金品を援助していたことを知り、その年の7月に離縁した。4年後、61歳の時に、三玉村良前のめっけとの間に、和ず一姫を、翌年には、和ずを、 重丸を設け、文政五年六十六歳で病没した。墓は三玉村の二宮神社付近にあり、先滅ぼした刑の隣に葬られている。門人は、松崎忠雄のほか、鴨も軍の神職ら百余名を数えた。長州の没後、写本類は一時軍の役所に保存されたが、再び、保足氏の手に戻った後、死産して、その半分は防失したという。なお、 娘と共に写した、古事記伝、全44巻揃いの写本は、京里熊本の山賀市立博物館に、管りされ県の指定文化財となっている。昭和30年松坂殿の町松坂市役所内から、元折のりなが検証会により、非売品として、鈴の屋特本なる冊子が発行されている。この中で聴衆について触れている部分を抜粋する。長には、門人が、 全国には立つって404人ある。鈴木良万のように破門された者も,のも稀にはあったが、どの門人も学問を尊び、研究に熱心な人ばかりであった。肥後国山賀郡、久原村一目明人の社主保足長州もその一人である。長州は、完成三年の冬、同じ肥後の学友、杉谷三河と共に、松坂に来たり、何十日も泊まり込んで、 万葉集書き入れ本の写本を行った。両人ともに家が貧しく宿を取らずに部屋を借り、食事も自分で作つて鈴の屋へ通学した。長州はこの時ご飯を食べずに毎日おからを食って励んだが帰る頃にはその値が一貫分にもなった。豆腐屋の主人は長州の熱心さに感じてその代価を受けなかったという。今日は元年には十五歳になる。 娘の K を連れて、長州は第四回目の弁学に松坂へ来た。相変わらず貧しいので、豊屋の古屋を借りていたが、軒は傾き屋根は破れていた。ある日同じ松坂の門人笠本直丸が長州を訪ねてきていた。時に雨が降ってきて、雨水が畳の上に持ってきた。長州は K、何かで雨水を受けなさい。と言いつけたが、K は、 たらいもありません。桶では、幅が足りません。と言って、雨は、盛り放題にして、半紙へ次の歌を書きつけた。この宿は海にらなくに雨降れば、畳の上に波ぞ立ちぬる。これは、お若いに似ず立派なお歌。私が家主に代わってお答えしましょう。なおまろは、こう言って、次の歌をしたためて、これにはした。波の立つ畳の上は辛くとも、 里の名に、目でまたも来ませよ。里の名とは、またも来るのを待つという意である。そのうち旅費は尽きてきた。写本のためには、まだ20日ばかりは泊まる必要がある。さあまつたところがこのことを、犬剣太平が聞き、これは気の毒だ。旅費の不足は補うから最後まで続けなさい。と励まされたので、長州大きに感謝し一層勉強に努めた。この時、 長州は次の歌を読んで、学問を奥深く学ぶことの喜びを歌っている。果てもなき学びの道を尋ねればとはに、旅行く心地こそすれ。こうして60日余り泊まり続けて勉強し、9月1日に、奴と学業を終わり、国に帰ることのなった。のりナは常に、長州の苦学に感心して、親切に導き励ましていたが、フシが松坂を去るに及び、 別れを惜しんで歌を贈られた。また娘の敬が若くて学祭に優れ、家分の道に熱心な様を褒めていられたが、次の歌を送って励まされた。若葉より高校となる白菊の末永月の花ぞ、床き。こうして、長州親子がノリナに別れて、松坂を去ったが、これは、指定一生の別れとなった。ノリはその月29日に死んだのである。 長州の苦心徳学の思いは後に報いられて、熊本における鈴の野学の開祖と崇められるに至った。則リナが28歳の頃に帰京後、松坂魚町一丁目の自宅内で、内科、小児科医を開業し、その余科には、宅にて、古典公爵塾を開き、源氏物語等を町人に教えていた。宝暦十三年江戸の国学者、鴨のまぶと松坂において一世代面し、 翌年入門文通で指導を受け、約6年間交流が続いた。入門の弟子も増え、のりナの家の2階を53歳の時改造して、新しい書斎を作った。この工事は、天明2年の冬に出来上がり、静かに弁学に打ち込めて、学問のできる書斎となった。明くる年の3月9日、門人らと共に、初めて歌会が催された。その時のリナガは、 この部屋に鈴をかけて、これを鳴らし、その清い音に昔を忍ぶことを歌に読んでいる。そして、この家の書斎を鈴の矢と名付けた。大変鈴をめでておられたのりナは珍しい鈴を集めておられた。現在、松坂の鈴の矢遺跡保存会には八角型鉄鈴、三つ、独子鈴、巾着型コリン、ナス型コリン、駅鈴、人面の古鈴、 八面型古鈴など七種類の鈴が保管されている。鈴の矢集後に鈴の矢を読んだ長唄の後に次の記事を書きその由来の次第を明らかにしている。鈴の矢とは36の省令を赤き糸口に抜き垂れて柱などに掛け置きて物難しき折引きなしてそれが音を聞けば心地もすがすがしくも保有その鈴の歌は 床の上に和がかけていにしえしのぶ鈴がねさやさや赤くて、これあの何も大切かし。徴収は読書家であったが、貧しい生活のために本もろくに変えず、蔵書家などからしばらく書物を借りては読み、模写していた。徴収の諸者した書物は約千巻近くに上ったと言われている。奥垣集や気候文や和歌などもあまた書かれているが、代表的な著作としては、本名僧、漢楽丹、 続編、栄能集、異文集へとセトら、がある。著述をする傍ら、諸の部長の教えを広め、日後国学の流星の元を築いた功労者でもある。例えば、日後の国学者、長瀬正樹は、保ワ長州の書物を通じて、元織範長を知り、範長の門人となった。さらに、正樹の門人には、中島広谷、林桜園、和田岩尾足らがいる。 ホワシ系12月22日文化14年2月12日は、日本の国学者、家人、長州みそじの時の即女である。陽名を、八代、を、ミサノボル、五号とも少子幼少より、聡明な娘であった。若き頃より、父の教えを受けて国学に関心を抱きしかや書道を、たしなむ。元年の月、歳の折に父母に伴われて、山がより上京して、 約80日に及ぶ長旅の末に松坂の本居家に約80日間滞在した。松坂では父と伴いに元折のり長の講演や抱えにも列席し、また長州と伴いに古事記念をはじめ、範永長の書かれた多くの書物を筆写した。その後、日ご間元藩士、岡子平太の弟手助を養子に迎えたが、長州と些細なことで不仲になり、 ケ夫婦は出奔して諸国を流浪し、ケは文化14年2月12日に長渡国二目川浦にて31歳で没した。著書に今日は元年の旅日記、刀監修がある。ありがとうございます。